にちは、柴田です。今回はエディ・ヴァンヘーレンモデルをレビューいたします。こちらはフェンダーとヴァンヘーレンのコラボモデルとなっておりますので、ヘッドはフェンダーヘッドです。そしてレリックめちゃめちゃかっこいいですね。まずはちょっとご覧いただきましょうかね。このレリックもね、めっちゃかっこいいです。まあ、もう見るからにね、唯一無二の伝説のギターという風な感じです。かなり細部までこだわって再現しているという風な感じで、もう一本ね、千葉館にあるんですけれども、そちらの方はこのザグリーがなくて5150とここに書いております。で、ヘッドもね、バナナなんですよね、そっちの方は。こちらはフェンダーヘッドと。もうね、言わずもがなな感じのギターなので、皆さんね、いろいろご存知かとは思うんですけれども、まあ仕様ですね、フロイドローズ、そしてピックアップはウルフギャングですね。これ EVH のウルフギャングになります。で、ジャンボフレットに塗装のないネック、で、オリジナルのペグですね。で、なんとなんとですね、これね、ボディね、非常に軽いです。3.4 なんですけれども、バスウッドなんですよ。ご本人もね、バスウッドだったということで、まあ、ヴァンヘーレンのサウンドにはこれがね、一番合ってたのかな。アッシュの方がね、ちょっと癖がありますもんね。癖なく表現していくというところで、バスウッドが一番適してたのと、まあ、多分あと重量感でしょうね。ライブのお方なので、まあ、その辺も考えてこういう仕様になったんじゃないかなというふうな感じでございます。あれ、早速鳴らしていきましょう。ピックアップ一発のね、男仕様になっております。いや、でもこれ本当にかっこいいですね。これフロイドのギターはね、かなり久しぶりです。おお、生音めっちゃいい。おー、めっちゃ張りある。ああ、ネックがね、塗装なくて裸なんだけど、やっぱそれがね、しっかり火が出てるっていう感じしますね。お、これはウルフギャングもね、僕初めて見ました。ちょっと絞って、ローがもうモコッとしすぎない。うん、しっかりとね、高域中域が削られず出てますね。これはどうしようかな。エフェクターはファンオジのティッティでいきましょうかね。
っと弾き始めたら止まんなくなっちゃいましたね。いやめっちゃ楽しい。なんかねちょっとキッズに戻ったような感じっすよね。ギターって楽しいなっていうのをなんか改めて再確認させてもらえるというか、そんな感じのキッズ心をこうねふつふつと蘇らせてくれるようなギターでございました。現在もう一本千葉管楽器にございますので、ぜひぜひですね皆さん千葉管楽器お越しの際には試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。